2時間ドラマの女王の異名を持つ美人女優の片平なぎささん。もう60歳になったとは。にしてもいつまでも可愛くて美しい片平なぎささんですが、一度も結婚されてないのはなぜでしょうか。気になって調べてみました。片平なぎささん、デビューして45年以上経ってるのに一切脱がずに第一線で活躍されている芸能界でも稀な存在ですが、デビューのきっかけは偶然でした。思いがけず友達の代わりに出た伝説のオーディション番組スター誕生で合格し、1975年にアイドル歌手としてデビュー。3曲目の美しいちぎりで第17回日本レコード大賞新人賞を取っています。同年、青い山脈で映画デビューして、歌手と女優の二足のわらじを履いて、同じ事務所の先輩の山口百恵二世と期待されましたが、自ら歌手として見切りをつけ、3年後には女優業に専念することに。そして何といっても片平なぎささんをブレイクさせたのは、ドラマ「スチュワーデス物語」での主人公をいじめる新藤真理子を演じ、ドジでのろまな亀と自重する松本千秋役の堀ちえみさんや、村沢教官役の風間森生さんにも負けない熱演で世間に広く認知されるようになりました。その手袋を噛む演技からは可愛い片平さんのイメージは消え、尋常でない狂気の演技に視聴者が惑わされ、街を歩いている時や撮影中に罵詈雑言を浴びせられたり、石を投げられることもあったほどだとか。かと思えば、その時期から10年以上にわたってあの長寿番組「新婚さんいらっしゃい」の4代目アシスタントを務めたりもしていましたから、とても親しみやすいキャラクターでもあったわけです。80年代に入ると2時間ドラマがブームとなり、気がつけばその中心に片平なぎささんがいたわけです。その主戦場がカタスと称される火曜サスペンス劇場でした。そして小京都ミステリーシリーズでその地位を不動のものにし、そこで相棒を務めたのがこの人、2時間ドラマの帝王こと船越英一郎さんでした。そして山村美沙サスペンス赤い霊柩車シリーズでは松田聖子さんの前夫の神田正輝さんと共演をしています。片平なぎささんは美人で気さくで気配りもできる、本当に評判のいい女優さんだそうです。もちろんこの二人とも噂になったのは言うまでもありません。ですが、どちらかといえばやはり2時間ドラマの帝王こと船越英一郎さんとの関係の方が結婚の可能性は高かったと言われています。足掛け12年間ドラマでも息が合っていただけでなく、実は一時期同じマンションに住んでいたことがあって、当時は結婚秒読みとまで言われていたのです。なのに船越さんは突如別の女性と結婚するのです。その女性とはご存知、プッツン女優の松井和代さん、芸能界指折りのおしどり夫婦と言われていたにもかかわらず、この二人は一昨年にはとんでもない泥沼離婚騒動を起こして世間を騒がせましたね。松井さんは愛情が深いあまり船越さんを徹底的に束縛し、最後には脅迫まがいの状態でしたし、まさに愛情の裏返しとはいえ、はためで見ていても恐ろしい限りでした。でもなんで船越さんは片平さんではなく松井さんを選んでしまったのか。とにかく船越さんと松井さんが2001年に結婚してからというもの、あの大人気シリーズの小京都ミステリーの新作は全く制作されず、業界ではまことしやかに船越さんと片平さんは共演 NG。
とされていたといいます。しかも、その後も、片平渚さんと船越英一郎さんは、共に2時間ドラマ中心に、継続して活躍を続けていたのにです。他の女性の影を恐れ、船越さんの携帯を鍋でグツグツ煮ちゃうほどの松井和代さん。どう考えても、結婚直前の、二人の間に割り込んで、船越さんを略奪したと思われる、松井和代さんが裏で糸を引いていたと、思うのはおかしいでしょうか。そのためなのか、片平渚さんが、あれだけ、公私ともに親しかった。船越さんの結婚披露宴には、松井さんの報復を恐れて、不参加だったということが、その証明ではないでしょうか。このことが、片平さんのトラウマとなり、強いては、結婚しない理由の一つと言われています。そして二つ目の理由が、片平渚さんのイメージとは違いますが、実は片平渚さんは、40年以上の、ヘビースモーカーだからと言われています。喫煙のきっかけは、母親から、イライラするときにタバコを吸うといいと、勧められて吸うようになったのだとか、それで口臭がきついために、結婚できないと言われてるとか。そして、三つ目の理由は、片平渚さんの収入だと言います。片平渚さんクラスにもなると、ドラマ一本数百万になると言います。二時間ドラマなら、一本500万のギャラだと言われていて、年間数本出演すれば、年収は簡単に数千万円になるわけです。坂上動物王国などのバラエティ番組ですら、100から150万円と言われており、誰かを頼る必要もありません。しかも、趣味はお酒とキャンプなのだとか、自宅にはお気に入りの焼酎の、樽買いしたものまであったり、一人キャンプを楽しむために、気に入った海外製の SUV 車を、半年待つくらいだとか、とにかく一人で楽しむことに、至福の喜びを見出しているようです。余談になりますが、片平渚さん、実は本人曰く、信じられないくらいの方向音痴で、楽屋からトイレに行って、戻れなくなるほどで、引っ越し後、7ヶ月経っても、まだ、カーナビなしで家に帰れない。というくらいバリバリの方向音痴なのだとか。キャンプに一人で行ってますが、多分、結構迷ってる口ですね。しかし、この三つの、松井和代、喫煙、高収入という、三つの理由だけとも思えませんが、これからも結婚はない。と断言していた片平渚さん。かつて噂になった船越さんも神田さんも、晴れて独身になった今、やけぼっくりに火がつくことはないのでしょうか。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？私は、片平渚さん、とても還暦とは思えない美しさで、拝見するたびに見とれてしまいます。浅野ゆう子さんではないですが、それでもやっぱり結婚して幸せになってほしいと思います。これからも応援しています。ではまた次回お会いしましょう。